中国軍機による領空侵犯を確認し、公表したのは、対領空侵犯措置を開始してから初めてであると承知をしております。中国軍所属航空機による我が国領空の侵犯は、我が国の主権の重大な侵害であるだけでなく、安全を脅かすものであり、全く受け入れられないと考えております。